コリッチ舞台芸術チャンネル大入り、本日のスペシャルゲストにご登場いただきます。3月3日から3月8日まで本田劇場で上演されます日本放送×ノーミーツ配信者から主催脚本家演出家の小見門雄一郎さんです。どうぞ。よろしくお願いします。まだ入ってません。よろしくお願いします。どうもようこそ。どうもお座りください。本番直前のね、忙しい中、稽古中にありがとうございます。これが配信される日は本当に直前ってことですね。本当直前ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日も稽古場からいらっしゃって、うん、そうなんです、ね、というかですよ、はい、僕も同じ稽古場から来て、うん、そうなんですよ。何を隠そう、ね、出演をされるということで梶本さんも、もう完全にあの、ね、番組を私物化しております、うん、ね、ありがとうございます。お疲れ様です、はい、ありがとうございます。もうあの作品のことも含め、うん、コミカドさんについてね、根掘り葉掘り聞いていこうと思っておりますので、ぜひぜひ何でもお話いたします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ早速なんですけど、はい、まあ、ノーミーツとか配信者の話する前に、うん、コミカド雄一郎に迫るということで、はい、私に、はいはい、コミカドさんが演劇を始めるきっかけだったり、うん、演劇との出会いっていうのをちょっといつ頃、はいはい、どういう形だったかお聞かせください。そうですね、僕、はい、まあ、大学から始めまして、おーおーおー、はい、そうなんですね。まあ、それまでもなんかあの小説とか映画とか好きだったんで、はい、なんかちょっとこの自分でちょっと書いてみたりとかも、はい、あ、そうなんだ、してるとかする高校生で、すごい。あの大学に入って、はい、まあ、やっぱそういう系のサークル入ろうかなと思って、はいはい、あのその文化系のサークルがね、勧誘してるエリアをちょっとこの、はいはい、勧誘されようと思ってうろうろ勧誘されようと思ってされようと思って、うろうろしていましたら、はい、結構声が出てる先輩上級生2人に演劇って興味ありませんかっていう願ったり叶ったりじゃない、うん、はい、でもその時って演劇かってなんかあんまりなんか あそうなんだ。そうかそうか、演劇狙いで行ったわけじゃなくて、そうなんですよ、なんかそれその文化系のその、まあ、文芸とか映画作るサークルとかに、はい、あの行こうかなとか思っていたら、なるほど、あ、演劇か、でもなんかすごい声出てるしなんかオーラあるしなんか面白い人がいっぱいいるのかもっていうふうに思って、はい、その2人について行って、はい、で、まあ、やっぱなんか新人公演みたいなのね、はい、ちょっとこう、やるじゃないですか、はいはいはい、あの大学のサークルって、はいはい、でそれやってみたらなんか、まあ、大学生で18歳とかですよね、はい、でなんかもうあんまり熱中するとか泣いたりとか、うん、なんかきつくてどうしようみたいなことってあんまないのかなと思ってたら、うん、まあ、やっぱり演劇やってみると大変じゃないですか、はい、それでまんまとなんかこんなに青春みたいなことを味わえるんだっていうので、うん、まんまとそこからハマって今に至るっていう感じですね。なるほど、うん、もうじゃあ新人公演で、うん、あの大変なこともあり、うん、そうですね、 で、うん、でも結果やってみたらもう、うん、わ、これは虜だなっていう、 なんかやっぱなんかみんなで一つのものを作るっていう、うん、ね、だからある種なんか団体戦のスポーツとか、うん、あんまり通ってこなかったので、なるほど、なんかもう原体験をそこで得てしまったというか。なるほどな、ね、うん、なんかこうよく、まあ、このコーナーでもそうだし、うん、あのよく議論に上がるんだけど、演劇部とか演劇サークルって、うんうん、文化系のこう顔して実は体育会系みたいな、はい、そうですよね、うん、やっぱ大そのコミカドさんの演劇サークルもそういう感じでした、まあ僕がいたのが、うん、あの慶応にあるあの創造工房っていうですね、なんか聞いたことあるかも、ね、それこそあの柿食う客に今いる田中穂崎くんもあのサークルの同期とかだったりするんですけども、はい、っていう、まあね、あんまりなんか肉体派ではない、あのちょっと僕みたいななよっとしたやつが多くて、うん、いやなんか早稲田の、ね、人たちはよく走ったりするそうだけど、まあ、僕たちはそこまでじゃなくていいかみたいな、そういうやっぱあるんですね、その大学によって色がね、サークルによる色があったりして、ちなみにその新人公演は どういう作品だったんですか。あの結構あの新幹線さん の、はい、あの作品を、まあ、なんか上演させていただくみたいなことがすごいゴリゴリのエンタメじゃん。そうなんです、もうなので、僕たちの代はバラと侍をですね、
やりまして、新人公演で、新人公演で18歳の18歳が、まあ、もしかしたら浪人してるサークルってあるんですね。もう珍しい、全国から集まった18歳、まだなんか、まあ、ヨーヨーは垢抜けない18歳たちが、はい、ゴエモンアンヌとかを、やってましたね。そうなんだ、はい、何の役やったか覚えてます？覚えてますあのぜひ、ね、他のエスパーだっていうわかる、ね、俺ちょっと分かる、うん、家に DVD もあるんですけど、 うちはあのね、あのラーカム一派の、はい、あのまあ、梅雨払いというか、ちょっと悪い騎士みたいなのをやりましたね。懐かしい、うん、そのでもその時は役、まあ、もちろん役者としての出演ですもんね、うん、そうです、うん、初めてお芝居やったわけですよね、うん、初めてやりました。どうでしょう、その最初の最初、うん、台本渡されて、まあ、稽古が始まるだったり、はい、その、まあ、その前にサークル入ってのなんか、うん、何普通常稽古みたいなのもあるでしょ。はい、こうすんなりといけました。いやいや全然全然、もうなんかやっぱ声の出し方からわからないし、ね、やっぱ舞台となるとね、まあ、結局上演した場所もあの大学内にある、ね、ちっちゃいアトリエみたいなとこだったんですけど、はいはいはい、でもやっぱりその一番奥に座ってる人に届けようとしたら、えこんなに頑張んないといけないのっていう、ね、とことかをね、確かに、うん、なんか難しいですよね、うん、大きい声出すって。そうなんですよ、ね、今となってはっていうか、今となっては平気 で、うん、あので大きすぎていつも怒られるんだけどあの番組でも、うん、でも最初ね、自分がそんなにちっちゃい声だっていう認識がないから、うん、そうなんです、大きい声出せって言われても出ないですよ ね。いやだからで、あんまり僕もなんか表情豊かじゃないというか、なんかね、なんかあんまり抑揚もつかない喋り方普段からするんで、結構あの演出の先輩に目つけられて、いやなんか全然ダメ、全然ね、もっとやっていいんだよってみたいなことはね、まあ結構しごかれましたね。なるほど、はい、まあ、そこにその、まあ、大学 4年間というか、まあ、3年ぐらいなんですか、大学のサークルって どのぐらいいるもんなんですか。なんか全然引退しないんですよそうなんだ、引退しないんですね。もうなんならやっぱ就職活動するときとかは、はい、こう一瞬、まあ、半年くらいいなくなったりするんですけど、はい、なんとか早く内定取って戻ってきて、はい、あの俺たちの代で卒業公演やろうぜみたいなことを。へー、すごい魅力的ですね。そうなんですよ、なのでもう本当に社会に出る直前の3月まで公演やるみたいな。え、うん、コミカドさんもそうでした。そうなんです、なんなら僕あの留年しましてはい、なるほどなのであの5年目があって、あの5年目になってもまだいる、はい、厄介な先輩だったんでしょうねきっと、うん、なるほど、そのサークル時代から、うん、その劇作もやってたんですか、演出。そうですね、あのでもなんかやっぱなんかサークルの中でそれやるのもなんかちょっとサークル内政治みたいなのがあったりするんですよ。そうなんだ、うん、あのやっぱやりたい人はいっぱいいますから。あ、そうかそうか、うん、なるほど、っていうのにちょっと孫つきまして、3年生になった時にようやくできましたね、はい、初めて、うん、それがもう本当にあの人生で初めての、はい、まあ、舞台の所属作というか、はい、ちなみにどんな感じの品だったでした聞かせてもらっていいですか。まあでもやっぱ今もなんですけど、ずっと自意識のことやっててですね、まあ、すごい笑っちゃった、うん、はい、うん、自意識がすごいテーマなんですね、はい、人生か。でもちょっと、うん、と結構配信者と似てるのかな。でもちょっとなんか SF 要素が入ってて、あのなんか魂を三分割されちゃったやつが主人公なんですよ。ほう、すんごい恥ずかしいな10年前ぐらいの作品のあらすじしゃべるの。いや絶対恥ずかしいだろうなと思いながら、うん、あの好きあらばいつも聞くようにしてるんですけど、ね、うん、でなんかその、うん、分割されたうちの一人が、はい、まあ、その自分の魂がその人の3分の1しかないってことにすごい苛立っていて、うん、一人前になりたいよなりたいよって言って、まあ、いろいろするっていうですね、作品でしたね。であの
その3兄弟の名前をあのドストエフスキーのあのカラマーゾフの3兄弟から取ってきたいと思ってましてもうずっとそう、なんかずっとそうですよね、なんかそうかも、そうなんですか、うん、うん、なんか、うんうん、変わってないかもしれない、うん、結構ああ結構なんか世界文学とか読んでるからな僕はっていうことをもう言いたくてしょうがない、うん、賢いと思われたくてしょうがない作品をずっと作ってるな、それでまあ留年を経て、はい、まあ、就職活動は割と順調、うん、まあ、就職活動というかその演劇やっていこうとは思わなかったんですか、うん、その就職と演劇で揺れたりとか、やっぱりなんかすごいハマってですね、はい、でやっぱりなんか物語作り、はい、もうずっとやりたいなって、思ったんですけど、ね、あのまあ、当時学生の時、まあ、創造工房ってサークルにいて、その後あの21グラム座っていうのが自分の劇団みたいなのも旗揚げしまして、はい、あ、ね、大学中に、在学中にです、はい、で、まあ、その後就職した後もちょっとそれ続けてて、うん、で、あのその時あの永田さんと一緒の短編演劇祭とかに出てたりとかして、そうなんです、その時に2019年にお会いしておりまして、実は2019年か、そうなんです、ね、さっき思い出しましたいつだっけと思って、でもなんかやっぱり卒業するタイミングでは、はい、なんかどうやったら続けていけばいいかっていうのは、うん、その続け方もなんか分かんなくてですね、なんかイメージ湧かなくて、で一回あの、まあ、就職しようということで、まあ、会社就職活動して会社入りました、はい、うん、その就職活動する時はやっぱり、うん、そのなんだろう、演劇にとかそのそういう作品作りに関係する、うん、会社に入ろうみたいな意識はあったんですか？そうで、そうですね、なんか やっぱりなんか、まあ、広く言えばエンタメしか、うんうん、まあ、夢中になれたものがなかったもので、うん、まあ、なんとかそこに関われるというか、うん、携われるところっていうことで、まあ、それを軸に就職活動していて、はい、まあ、あの運よくあの松竹株式会社の方にあの拾っていただきまして、その説ありがとうございました、うん、見てるかな誰か見てるかもしれないですからね、松竹ではどんなお仕事やられたんですか？ですね、あの、はい、早々にあの歌舞伎配属になりまして、歌舞伎座の、まあ、歌舞伎座ってずっと年がら年中歌舞伎公演やってるので、はい、もう僕はあの、まあ、3年半ぐらい勤めてたんですけど、まあ、ずっと歌舞伎座配属で、はい、なので最初入った最初はあのそれこそもぎりやったりとかですね、そうなんだ、はい、やって、でその後宣伝部になりまして、宣伝やってたんですよ、宣伝歌舞伎の宣伝、はい、歌舞伎の宣伝、そうなんだ、僕ね、あのノーミーツさんはその第2回、うん、オンライン演劇の第2回向こうの国っていう作品に出させてもらったのが最初の出会いなんだけど、うん、はい、その時はまだね、あの働いてらっしゃいましたもんね、そうなんです、だから、うん、でももちろんそのズームを通じての稽古だし、うん、本番だから、うんうん、なんかめちゃくちゃ忙しそうにしてて、その時、はい、稽古しながら働いてたよね、うん、そうなんですよ、画面になんかどうもこう演劇の稽古じゃない、うん、なんかこう様子というか、うん、すげえなと思って、どっち同時にやれるんだと思って、そうですね、いやね、その時は本当にね、ご迷惑をかけていやいやいやというか、あのちょうどあれなんですよ、あの向こうの国やってた時に、はい、あのズーム歌舞伎っていうですねあの、ちょっと松本幸四郎さんが、はい、あのまあ、そのリモート化で何かやりたいなということをおっしゃって、うん、でまあ、僕も濃密始めてたので、はい、それはもう、うん、あいつしかいないだろうってなりましたね、まあ、ちょっとお手伝いさせていただいててっていうので、はい、ちょっとその時はねすごい二重になっちゃって、なんかそう、なんかこうバタバタとなんかこう楽屋なのか何なのかをこう行き交いながら、うんうん、時々こっちに戻ってくるみたいな感じでしたけど、へえ、まあ、だからその松竹に入社して、うん、そのでもまあ劇団の活動の21グラム座もやりつつ、そうなんです、だからね、それこそ永田さんとお会いした2019年の時とかもまだ会社員で、うん、はい、なのでなんか会社の中ではあの年に1回なんか夏季休暇とか、あの有給とかを一箇所に集めて演劇やってるやつとして働いてましたね、うん、だからちょうどその頃が働き方改革がまあ割と
どこも頑張んなくちゃねというふうになってたところだったので、うんうん、あのちゃんと有給とか、うん、あの夏休みは消化してくれっていうちょうどムードだったので、うんうん、じゃあ僕はちょっと分割で取るというか一箇所に集めさせていただいてその間に演劇公演やりますみたいなのであの皆さんも来てくださいって言ってあの会社の人にも来てもらってみたいなそういう感じでしたね。そうこうしてるうちにですよ、うん、まあそのね、うんうん、こう自宅、はい、皆さん自宅待機しましょうっていうこのご時世になって、うんうん、そこでまあノーミーツが生まれるわけですけど、はい、まあでももういっぱい今までしゃべいろんなところで喋ってきたと思うんですけど、うんうん、どういう経緯でノーミーツやろうってなったんですか。うん、そうですね、まあ本当に歌舞伎座の3月公演も中止になってしばらく家いろうってなって家にいて、で僕ちょうどその前の月の2020年の2月に阿佐ヶ谷のシアター社員っていうあの小劇場で21グラム座としての公演をまあ割とやり終えたばっかりで、まあでもその時も少しなんか来てるぞっていう話はあったので、まあなんかまあね、言ってしまえばああなんとか自分のはできて よかったな、うんうん、ありがたいことだなっていう状態で、はい、まあなのでなんか割となんかちょっとすっきりした状態ではあったんですよ、はい、その自宅にいる時に、はい、その時にあの、まあ、ノーミーツ一緒に始めることになるあの、林健太郎っていうあの東方に、まあまあ今はちょっとあいつも自分の映画会社立ち上げたりして微妙な立ち位置なんですけど微妙というかみんなね、うん、どんどんと新しい、ねうん、活動を始めてますけど、うん、そうですね。で彼からなんか Zoom 使って何かやってみないかっていう連絡が急に来て、はい、でそうですね、だからもし僕もその自分の公演とかがね、ちょっと厳しかったりとかしたらなんか そんな切り替えられる気持ちじゃないよっていうこともあったかもしれないんですけども、なんかまあ今だったらなんか新しいことをやってみてもいいかなという気持ちだったもので、あのじゃあなんか実験してみようかというふうに Zoom っていうソフトを使っていろいろやってみたら、なんか案外面白くないかなこれ、会えないっていう縛りがあるだけで、なんかみんなで力を合わせて一連でやんなきゃいけないっていうところは演劇っぽいし、なんかこの縛りを楽しんで何かやるっていうことできないかなっていう方になんかだんだん興味があのいっていって、じゃあまあノーミーツっていう団体としてなんかいろいろやっていきましょうということで始まっていったと。最初はね、そのツイッター上とかにこう短いねあの、まあこうまあ、コントっていうかね、うん、そのいろんなこう合コンだったり、うん、そういうその、はい、ね、いろんなバージョンが出て、それがもうすごくやっぱりこういろんな人が見て反響があってっていう感じでね、うん、始まって、もう早かったですよね。だからいち早くそれをやり始めて、そうですよ、ね、演劇界がもうなんかズームで俺たちもなんかやろうぜってなってる時にはもうなんかもうズームの神様みたいなノーミーツがね、それこそ SNS で結構いろんな動画がすごい広まったりして、うんうん、ね、それこそさっき出たあの穂崎くんもね、そうですね、あの何作品か出ていただいたりして、はい、そうでこれね、あの僕だから2回目その長編の2回目出てますけど、はい、もう皆さん声を大にしていたけど本当に合ってないんですよ。そうなんですよ、公演終わるまで、はい、ノーミーツってもうノーミーツと合わないのノーミーツで、そうなんですよ、すごい徹底してて、うん、だパンフレットとかもねあの時も作りましたし、ね、フライヤーも作ったんですけど、うん、それ自分で指定された場所に行って、うん、携帯でズームをつなぎで自撮りするんですよ。あのカメラマンとかデザイナーがズームを見ながら角度を指定して、うん、自分で撮影して、でも次の出演者来ちゃうから、うん、早くそこ離れてくださいとか言ってなんかこう誘拐の身の代金引き渡しみたいな、ね、カバンが置いてあるんですよある場所に、そこに順番に行くっていう、あその機材を使って、ね、そう形だったりなんか衣装が送られてきたり、うん、郵送で、ね、なんか足がつかないようにしてるのかっていうなんかね、ちょっと犯罪集団みたいなやり方で私もあの第1回公演の門外不出モラトリアムは拝見させていただいたんですけど、はい、まだそれこそズーム演劇っていうものがそんな多用してるわけではなかった時に見て、すごいんですよ、カメラが動いてるんですよ。そうなのよ、アングルとか要は家にカメラがあってやってるから普通動くはずないのに、どんどん視点が動くから
人がいるんじゃないかって最初思って、うん、そうそう、だからね、配信公演なんてそうみんなコメントしながら見られるじゃないですか、うん、はい、あれでなんか家の お母ちゃんがカメラマンなんじゃないかとかね、いや、うん、思いました。そうですね、うん、あれはでもね、その家をその時間空けてもらって出演者に、うん、でスタッフが行ってレールを仕込んだりして、うん、自分で仕込むじゃないんですね、あれ、まあ、自分で仕込むパターンもありました、ありましたけどね、なのであのロボットアームとかを机のとこにつけさせてもらって、でそれでウィーンって遠隔で動かす、うん、遠隔で動かしてみたいな、なるほど、はい、すごいですよね、うん、本当に徹底してるんですよ、本当に徹底してるんですよ、だそう思うと 今一緒の稽古場で稽古できてることがすごく幸せなこと、ありがたいことに思えてきました。だから今回の配信者でもその僕オンライン演劇で一緒にやってた、うん、出演者の皆さんもまた一緒だったりするんですけど、うん、なんかちょっと不思議なんですよ、ずっと一緒にお芝居作ってたのに改めて初めましてみたいな感じがして、うんうん、そうか、初めましてなんですね。そうなんです、オフライン初めましてっていうのがあってなんかもぞもぞするんですけど、うん、でね、第3回公演では、はい、それでも笑えればですよね、うん、はい、もうこれはそのノーミーツ合わずにやってきたノーミーツが最後合わせたんですよね、うん、出演者2人を、はい、はい、うん、そう、もう衝撃でした、僕はそれを配信で見て、しかもそこで、ね、ドローンが飛ぶんですよ、ドローンで空撮するっていう、ドローン飛ばしたらどこまでやるんだっていうね、うん、いやなんかね、2020年はまあ結構最初の勢いもあって、はい、立て続けに1年のうち3公演やったんですけど、うん、でもずっと分割画面だったので、うん、なんか2020年がその分割画面のまま終わるっていうのはなんかちょっと悲しいんじゃないかっていうので、はい、最後はそのね、フレームが1個になるっていうことをやりたかったし、なんかそれを空から撮ったらなんかまあ2021年はもうちょっといい年になるんじゃないかなっていう感じにならないかねということで、免許持ってる人探して、すごいよな、なんかあれ免許によって出せるコードが違うんですよね、違かったりするらしくて、うん、いやあれはびっくりしました、あ、え、あったじゃんって画面の前で言って、うん、その後え、空撮って本当にこういう反応になりましたからね、うん、でもそれでですよ、岸田戯曲賞の候補になるという、いや、ね、オンライン演劇初、ね、いや候補出るの毎回楽しみにしてるんですけど、うん、毎年おーノーミーツがって思いましたもん、これは衝撃でした、思いますよね、いや僕も親様ご連絡いただいて、はい、どんな、いやあれがやっぱ一番濃密やってて、なんかまあ驚きましたし、まあ嬉しかったですね、なんか、まあね、さっき言ったように、まあ、ちょうど新しいことを始めてもいいかっていう気持ちだったから始めて、でまあ面白いから続けてて、ね、でも、まあ、もちろん劇場で作ってる演劇とはまあ違う部分もあって、はい、ね、だからちょっとね、オンラインで公演やりますって言うと、まあ普段劇場でやると見に来てくれた人が見てくれないなっていうこととかもあったりして、ちょっとなんか演劇から離れてるのかなっていうこととかをそう、それをね、うん、毎回コミカドさんと話してすごく寂しそうに、うん、まあ、ノーミーツのみんな、うん、僕はねもう一緒に作ってるから、うん、もうしっかりと演劇を作る集団だって、うん、お話を作る集団だっていう認識あるけど、うん、なんかね、こう人気になればなるほど、あれ、いや、あいつらがやってるのは演劇じゃないんじゃないかみたいな声が気になってくると、うん、まあね、実際そういうこと言う人もいるのかもしれないけど、うん、というのでね、もういよいよですよ、満を持して、はい、今回オンラインからオフラインに ね、もう劇場で、本田劇場ですよ、もう、ね、これはもう殴り込みでしょ、もう、うん、ね、いやー、ね、だって劇場公演の初が本田劇場ってなかなかないことですよね、なかなかないですよ、そうですね、団体としてね、初めての劇場公演を本田劇場でやらせていただけるということででね、まあ、今その絶賛稽古中なんで、まあ、もちろんね、はい、配信者の話に行きたいと思うんですけど、はい、はい、ぜひぜひ、まあ、本田劇場でね、まあ、まあ、我々今稽古中ですけど、どうですか、うん、今稽古してて、そのまあそのね、劇場の大きさも込み で、うんうん、で、まあ、ノーミーツとして初めてオフラインでの演劇っていうことで、うんうん、演出やってて、まあ、はい、の
感想手応えみたいなものは、うん、いやまずね、うん、今まず確かにね、梶本さんも分かると思いますけど、はい、作品成立させるのに今いや今 ね一番苦しい今苦しい時期なんですよね。本当に苦しい時期なので精一杯やってます、うん、やっぱりオンライン演劇と劇場でやる公演だと、うん、もう脚本から演出からもうやっぱりまるっと違うですかね、作り方は。そうですね、なんかまあ、やっぱりオンライン配信でやる演劇は最初アウトプット映像なので、まあ、やっぱり違うところもありますし、何でしょう、なんかある種テーマとかストーリー考えるのはなんか楽な部分もあったというか、合わないで作るんだっていうその表現の形態がやっぱこうテーマにもつながってくるというか、合わずに作ってるけどやっぱり会いたいよねっていうことに落ちてくるんですよね。でもまあ今回は純然たる演劇といいますか、うんうん、劇場でやらせていただく、もう劇場っていうその場その空間板の上をどういうふうに見立ててもいいっていう、うん、空間で、まあ、久々にやらせてもらえるんで、じゃあもういろんなものに見立てようじゃないかっていうところとかは今稽古してても、うん、嬉しくやらせていただいてますし、うんうん、皆さんの体があるということもですねそうですよね、うん、非常に嬉しいことですね。確かに確かに、うん、でももうさっきの話聞いててやっぱその原点回帰なんだね、多分作風としては。そうですね、やっぱりそういうその自意識にクローズアップした、ね、久々にね、うん、ものになっているということで。じゃ稽古場の雰囲気は結構やっと会えたねみたいな気持ちとか、こう楽しいっていうのはやっぱ強いんで、そのいろんな苦しいこともあるとは思いますけど。そうだね、そうでもないかなあれね、いやね、うん、もう出演者の皆さんも、なんか自分も出演者なんであれですけど、すごい豪華なメンバーが集まっていて、うん、主演はね伊藤健太郎さんですし、はい、なんだろう、やっぱプロのすごいみんなプロが集まってるから、うん、まあね、それぞれの皆さんが培ってきたものもあり、うん、意見もあり、そこのね、まあ、ぶつかるというか、まあ、こう話し合うこともあってっていう、うん、そのだあんまりこう浮ついた雰囲気はないかなとは思いますけど、ね、もちろんなんか、濃密として初めてなので、うん、まあ、確かに僕的にはなんか内容としては結構ずっと僕がやりたかったことではあるんですけど、うんうん、別に団体として、まあ、あと僕も本田劇場みたいなサイズでやるの初めてなので、うん、なんかまあメソッドというか、うん、まあ、この団体といえばこうだよねっていう、まあ、色とか方法論があるわけでもなく、うん、で今梶本さんがおっしゃっていただいたようにキャストの方もまあ、いろんな出自いろんな畑から集まってきたっていうところなので、うん、こうね、本当今みんなでどっちにどういう感じで進むべきかっていう方向性を頑張って見定めようとしてるっていう、うんうん、たんですよね。みんなで作り上げてるっていう感じ、うん、かなり強そうですね。どうですか、梶本さんは稽古場ではどんな感じなんですか。いや、ね、もうお兄さんというか、演劇リーダーですね。へやっぱりね、ちょっとこうね、こう言うとね、ちょっとやりづらいところもあるかもしれないんですけど、でもやっぱり普段結構初舞台として出られる方、うん、キャストさんとかもいらっしゃるんですよ。映像ではね、やるんだけど、舞台は初めてって方もね、いらっしゃいますから、はいはい、なので、まあ、やっぱり舞台でお芝居するっていうのは、まあ、どういうことかなっていう、うん、まあ、ちょっとその基礎的なところとかもね、うん、ちょっと梶本さんにリードしていただいたりとかへ、ね、稽古前にね、うん、梶本発声トレーニングっていう、いやなんて贅沢なんだタイムがあって、そんな参加してもいいですか。あ、全然いいですよちょっとやらせてもらってますけど、うん、まあ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 ね、まあ、そのビビたるもんですけど、いや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 、はあ、まあ、あとはまあ本当に、まあ、せっかくもう僕はねすごくやっぱノーミーツの皆さんがやってることがすごく好き で、うん、でみんな本当演劇も好きでかつちゃんと宣伝もして、うん、こうお客さんをちゃんと集める集団だからそれはすごく尊敬してて、だからもうこんなのノーミーツが劇場でやるっつったらもうここしか僕活躍の場もうなんか貢献できるとしかないんでいや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 、もう本当にね、もう
遠慮せずに、うん、あのコミカドさんにもいろいろ、いやここはちょっとどうかなとか、うんまあ、こここうした方がいいんじゃないとかっていうのも遠慮せずに言わせてもらうようにしてますけど、ねうんね、そういうなんか、ね、作品作りに対するなんか空気作りみたいなのもしてくださいますし、うんはい、であの、ね、やっぱ梶本さんのなんか身体能力というかあのいや僕嬉しいですね、 あの、うん、ねもちろんあのリモートで出ていただいた時も、はいはい、あの梶本さんの魅力っていうのは、うん、あのお借りさせていただいたんですけど、まあ、ここですからねリモートだと、ね、そうですね、うん、いや梶本さんのねやっぱりこれまでたくさんやられてきたことで培われた、はいね、演劇的身体、はい、ちょっと恥ずかしいからその話しないあのもうそれぐらいにしましょうか、ね、あ本当ですかもっと話したねいろいろ用意してきたんだけどいやいやでも作品自体のその内容とか、うん、まあそのコミカドさん的な見どころみたいなことはどこだと思いますか、うん、はい、そうですねあのやっぱ配信とか、うん、あのなんかワンカットドラマみたいなものをこの2年間やってきたことで、はい、なんか逆にあのうわ演劇ってやっぱあそこが面白かったんだなみたいなこととかをこの、まあ、少し劇場を離れていた2年間ぐらいにいろいろ思ったことをまずあの脚本とか演出に込めているつもりですのでちょっとそこを見てもらいたいっていうのがまず、まあ、僕からはあって、はいで先ほど梶本さんからもありました通り結構キャストの皆さんのチームプレイというか、うん、一丸となってもうなんか大玉転がし的にストーリーと世界観を運んでいかないとどうにもならないっていうところもあるなんかまあ形式になってまして、はい、なので10名キャストいるんですけどもなんかもうみんなの力をまあなんか余すとこなく見れるというか、うん、キャストのなんか多彩な演技というかまあ、でかつその中でやっぱ主演の健太郎さん伊藤健太郎さんは、まあ、奮闘というかいやめちゃくちゃすごいですよねいいと思います、うん、もうね今日も通し稽古やりましたけど、はい、まだまだ荒い段階での通し稽古だけど、うん、なんかやっぱ伊藤さんがああやって真ん中で奮闘してくれてるのを見ると、うん、出演者もやっぱり もっと やろうってなるなと思って、うん、すごく頼りがいのある主演だなって僕は今日思いましたね、はいうん、というキャストの皆さんの演技を見ていただきたいですし、はい、あと配信者というですね、はい名前タイトルからもうちょっと親と思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、ちょっと配信をですね、はいこの2年間濃密として頑張ってたところもありまして、うんそうですねちょっとですね工夫しております、はいなんかうん、全ステージ生配信があるんですよね。そうなんですよ。もう 今となっては舞台の配信って割とメジャーになってきたじゃないですか。ところがやっぱりそこはもうノーミーツですから、うん、ただの演劇配信ではありませんよ。なるほど。はい、だいたいこう前傾だったりこうスイッチングだったりありますけど、そのね僕が喋っていいのか分かんないどこまで喋っていい情報なのか分かりませんけど、うん、その劇場で見るときと配信で見るときで、うん見え方が違ったり見えるものが違ったりそうなんですするらしいんですよそうなんですおそらく、はいね、ストーリーも別にストーリーが分岐するってことはないんですけども、はい、でもやはり眺める角度が違えば、うん、見えてくるものも違ったりする、はい、まあ一応お話も雑誌編集部が舞台となっていて、はいまあ、なんかこの物事の切り取りというかそのメディア論みたいなところもちょっとテーマになっているので、はい、ちょっとそことねかませましてこれはだから舞台、うん、劇場で見れば終わりってことではなく配信で見ればまあ劇場はね完売しちゃってますけどもチケットがありがたいことになりますね、ありがとうございますだけど、うん、ねその両方見たらもっと楽しめるっていう感じですよね、うん、なんか意外とこう、はい生で見たら配信をプラスで見るって、うんまあ、なかなかこうないじゃないですか、うん、でもなんか逆に私もどんな配信か分かんないですけどなんか今の聞いて勝手に想像するに、うん、舞台生で見たからこそ逆にその配信見たくなるような仕組みがかなりありそうですよねそうなるように今いろいろちょっともう試行錯誤ですね、試行錯誤しております撮影隊もそうですし、ね、こんなと
あ、うん、こんなところにカメラあんのみたいな。今稽古場も結構メカメカしい感じに、ね、いろんなところにこのカメラが設置してなってるんですよね。その配信もいろいろ試行錯誤しながら、はい、試行錯誤しながら作っております。全ステージ配信っていうのはなんかすごい意味がありそうです、ね、そうですね、うん、はい、ということでそろそろお時間なんですけれども、はい、まあ、最後にね、コミカドさん、今後のなんか野望みたいなものがあったら教えていただきたい。はい、はい、そうですね、遠慮せずに。はい、はい、ですね、いや、演劇、はい、やっぱり僕今回作ってみて好きだなって改めて思いまして、はい、はい、で、ね、濃密始めて、いろんな普段演劇馴染みがない方に見てもらったりとかしたこともすごい嬉しいんですけども、うん、はい、やっぱり演劇が好きな方に見てもらいたい、うん、認めてもらいたいっていうのがあって僕個人の目標ですよ。僕個人の目標としては戯曲賞であったり演劇賞っていうなんかですね、はい、ちょっと演劇のアワードをちょっと目指していきたいなと僕は思ってますっていう。すごい、はい、うん、そうですか、ね、じゃあ今後もしあれだったら コリッチの、うん、ね、舞台芸術祭りなどにも、ね、参加していただけたらと思いますけど、ね、そうですね、はい、あれが次戦エントリーシステムなんですね。エントリーシステムです。そうかそうか、もちろんもちろん、よし、はい、まあ、いろんなものがありますから、うん、ね、でもそれはすごい結構壮大だというか、でも、うん、いや、もう確実な野望ですね、それはね。そうですね、はい、はい、ということで、うん、はい、ありがとうございます。じゃあさっちゃん、最後にバシッと公演情報をお願いします。はい、日本放送×濃密配信者は3月3日金曜日から3月8日水曜日まで本田劇場にて上演されます。先ほども言った通りチケットは完売しているそうなんですが、全ステージ生配信のチケットはございますので、うん、そちらもぜひぜひご期待ください。詳しくは動画説明欄にリンクがございますので、そちらから公演オフィシャルサイトをご確認ください。はい、ということで本日のゲストはコミカド雄一郎さんでした。ありがとうございま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 した。ガチョーン。